ジャバルプル車両工場は、インド・マディアプラデーシュ州ジャバルプルに本拠を置く、軍用車両メーカー。インド国防省の参加組織である兵器、工場委員会によって管理される、国有企業である。ガンキャレッジ工場、ジャバルプルとして知られ、1904年、イギリス系インド人によって確立したインド最古となる、防衛産業都市で1959年から、 トラック製造を行っていた組織が前身となっており、1969年にインド軍の輸送要求を満たすため、インド国防省によって国有企業として正式に発足。責任者は国防省の参加組織である兵器工場委員会から派遣されている。1965年から1999年までは SUV の製造も行っていた。工場は 各種製造機械を保有しており、設計開発から製造に至るまで一切外部に頼ることなく車両製造を行うことが可能となっており、インド政府機関である国立試験厚生機関認定委員会によって ISO9001 から2000の認証を受けている。インド軍の主要サプライヤーであり、製造された車両は全て軍に納入されるため、民間向けの販売は一切行っていない。 1959年に初めて製造されたトラックは、ドイツの大手トラックメーカーであるマンが製造したマイ 415L1AR をライセンス生産したシャクティマンと日産が製造した日産 4W73 キャリアのライセンス生産である1トンのライトユーティリティトラックとなるジョンが出会った。近年では、自国メーカーであるアショックレーランドやタタモーターズの車両をベースに、 開発が行われている。ありがとうございます。